東京五輪の決勝で母国アメリカと対戦して金メダルを取る2017年1月バスケットボール女子日本代表のヘッドコーチに決まったトム・ホーバスさんが記者会見で掲げた目標である過去の五輪では1976年モントリオール大会の5位が最高の成績とあっては がもっともホーバスさんに大元相語のつもりはなかったこれまでのコーチ経験から日本選手の潜在能力を高く評価していたからだ実際に決勝まで勝ち進み五輪6連覇中だったアメリカをあと一歩まで追い詰めて銀メダルを獲得した歴史的快挙は 記憶に新しい語り草にもなった通訳を通さない日本語による熱血指導の賜物だったホーバスさん自身5歳でバスケットを始めてからずっと抱き続けた夢を実現した自負もある4ヶ月という短い期間ながら NBA 選手としてコートに立ったただ2年前の 男子日本代表のヘッドコーチ就任会見ではパリオリンピックで一勝したいと慎重だった東京五輪では参戦全敗し女子に比べて世界の競合との大きな差を見せつけられていた沖縄などで開催されたワールドカップでも苦戦は必死と思われていたがオーバスマジックは健在だった 格ウェイのフィンランドとベネゼーラを逆転で破りカボベルデの猛追を振り切ったワールドカップ初の3勝を挙げアジア勢最上位となり48年ぶりの自力での五輪出場を決めた目標を格上げしているかもしれないホーバスさんは選手を引退後アメリカ連邦を 捜査局 FBI への入局を目指したことがある9.11アメリカ中枢同時テロの発生により採用基準が変わり果たせなかった FBI の捜査官になっていたら日本のバスケットの歴史は変わっていただろう